皆さん待ちに待った、V リーグ 2022-23 の開幕です。今日はね、トヨタ合成記念体育館エントリオにおきまして愛知ダービーということで、ホームのですねウルドックス名古屋さんとそして J テックとスティングさんの、まさに優勝候補同士のねマッチアップ愛知ダービーでね開幕ということでございます。どうかの皆さんねファンの皆さんにはしっかり応援していただいて来年3月までのリーグ戦そしてファイナルステージそして優勝へとですね、大いに両チームを応援していただきたいと思います。皆さんしっかり応援をしてですね選手たちからですね、勇気元気エネルギーをもらっていただきたいと思います。一緒になってバレーボールを盛り上げていきましょう。ここで TG スポーツ株式会社代表取締役社長横井俊博より開幕宣言を行います。新しい豊田合成記念体育館エントリオの完成でございます。我々ウルドックス名古屋はバレーボールを通じて皆様とそして地域とそして世界とつながってまいります。チームのホームが誕生したということを感謝するとともに日頃あんなに自由にバレーができていたのにできないという現状をどう受け止めて自分なりにそのバレーボールをやっている意味とかスポーツに従事する意味とか試合を皆さんに見ていただく意味っていうのを本当に一人一人が考えてくれるそういう時期があったと思います。必ずや金メダルを取るというところまでぜひ今シーズンは行きたいというふうに思っております。皆さんこんにちは。今日はこんなにたくさんのお客様本当にありがとうございます。日頃からウルフドックス名古屋ご支援本当に応援ありがとうございます。今V を見ててもですね本当に4月17日のことは昨日のように思い出されますし本当に皆さんと一緒にこの日を長く長く待ちました。もう4月17日から今日まですごく僕は長かった。新監督バレリオさんがイタリアからやってきて我々の選手は本当に一日一日密度の濃いすごいいい練習をしてきたと思います。もうまさに今みんなが日頃練習した力をここで発揮するだけだと思います。 2022-23 我々が頂点に立つ V リーグの開幕です。 GO! ウルフドッさんこんにちは。ありがとうございました。いつもご声援の方ありがとうございます。今日は、開幕で勝利したんですけどもまた明日からもずっと、リーグ続きますので会場に来て一緒に戦いましょう。いつも応援ありがとうございます。ホームゲーム、パンパンの人が入っていて、僕たち自身すごくやりやすい状態で試合ができました。これからも応援よろしくお願いします。
まだまだシーズンは始まったばっかりですけども、長いシーズン、ファンの方々の応援が、僕たちの力になるので、これからも応援よろしくお願いします。